ほーら、あなたは眠くなる、眠くなる、眠くなる、眠くなる。なんて冗談でスタートした、この動画ですけども失礼しました。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ドラムインストラクターの山部みきおです。今回のこの動画ですね、リズムやテクニック、音楽性、それら全てに共通して、深く関係して入り込んでくる、理論となるかと思いますけども、そういった背景にある、概念などを解説する初の動画となっております。この動画のテーマはいわゆるリズム感なんですけども、これまでリズム感っていうものを、取り上げられる時に、そういった話の中ではこういった大体音符とか、そういったことで説明されてくることが多かったと思うんですけども、ここでは、そうではなく極力内部感覚ですね、そういったことで何が起こっているか、そういう部分をちょっと希望にしてやっていきたいと思います。アフリカの人たち、もしくはこうダンスなどをやっている黒人の方々ですね、リズム感がいいと言われている人たち、こういった人たちはもとより、黒人系のそういったスタイルのダンス、を長年されている人であれば、体がリズムに乗ったと感じた時に、振り子のように全部のパーツが動いているというのを感じたことがあるのではないでしょうか。これは全身中のあらゆるパーツがですね、きちんと重心移動が起きていて、それらを詳細に把握できている状態、つまり脱力していて、しかも統一して動けている、こういった状態ではないでしょうか。実は最も大事なことは、地球上に生きている我々にとって常に、体に働いている重力、これですね、普段意識上に上らない当たり前になりすぎているこの重力を顕在意識、潜在意識双方で常にしっかりと感じている状態が望ましいのではないかということです。ドラマーに限らずミュージシャン全般に言えることなんですけども、どうしても音そのもので、リズムを考えてしまいがちです。しかし楽器演奏や歌唱など全ては、れっきとした身体運動ですね。ですから根本的な流れが、プロセスが違えば、当然、本質的ではない表面的な工夫にとどまってしまうのではないかというのがあります。通常振り子というと天井などの、空間固定点といいますけども、そういったところに伸びない紐を取り付け、その先端に重りをつけて揺らす、こちらを、思い出される方が多いと思います。こちらの図は単振り子を2つ連結させた二重振り子の例なんですけども、腕や足などの関節を伴った体のパーツというのは、こういった多重振り子の構造をしています。さらに言えば、もっと、内部の肩甲骨や鎖骨などの動きも関与しますし、足で言えばその付け根にある骨盤ですね、そして背骨全体、こういったものが多様に関係してきますので、もっと奥深く豊かな、振り子運動を生じる構造をしているわけです。振り子は地球の重力の影響下の中で動いています。もしも体全体が理想的に振り子のように動ければ、美しく無駄のない動きになっていくことがイメージできるでしょうか。上から吊り下げて揺らす通常の振り子、単振り子に対して、アナログ式メトロノームの上の部分のような振り子を倒立振り子、または逆振り子と呼びます。通常の振り子は鉛蓄方向に重力働き、安定しやすいのに対し、倒立振り子はその名の通り重心が上にあるので倒れやすくて不安定なのが特徴です。体に置き換えると、もちろん足も体からぶら下がった振り子でもありますし、同時に歩行動作などでは地面に対し体全体が倒立振り子にもなっています。さらにバネの伸縮によりリズム運動を生じるバネ振り子という振り子もありますが、体全体に点在する筋肉は本来拮抗する筋肉同士の働きを自動的に使うと、関節が程よく固定されてバネ振り子のバネ的な働きもします。例えばそういった自動的なバネの役割を果たす筋肉の代表がインナーマッスルの代表である腸腰筋です。歩行動作などで腸腰筋と拮抗する筋肉であるハムストリングスが収縮し、股関節を中心として足が後方に引かれると腸腰筋が引き伸ばされ、ゴムのような働きをして、それが戻ることで足が前に振り出される振り子運動が生じます。大事なことは、体は本来
バネ振り子も多重振り子も倒立振り子もその他も持ち合わせていて、それが複雑に多様な関係を取り結べる存在だということです。ですから意識思考では到底全容を把握しきれない立体的かつ同時進行の動きになっているのがより自然で原初的なはずです。皆さんはメトロノームの同期現象という現象をご存知でしょうか。紐で吊り下げられたりコロ的な転がるものの上に置いたりした固定されていない土台、これを陽動土台と言います。この上にアナログ式メトロノームを複数台置くと、最初はバラバラで揺らし始めても徐々に合ってきて最後は綺麗に揃ってしまうという現象のことです。一見面白不思議に見えるかもしれませんが、科学的にも物理的な直感から俯瞰しても何ら不思議ではないですよね。この場合土台そのものも大きな振り子になっていて、土台を通じて各メトロノームの揺れがお互いに干渉し合い、近いタイミングの揺れの者同士がより早く同期して揺れのエネルギーも増幅し、次第に全部共振していくということが起こっています。人体は全身に206個の骨と265個も関節がありますが、同時に内臓や筋肉などで構成されている流体構造であり、陽動土台的な構造に十分なり得る構造をしています。つまり陽動土台の体になるということが鍵になってくるわけです。そうするとより細かに体がいくつもの振り子になって揺れ動き、リズムに乗りやすくなります。そしてそういった人たちが集まればリズムが同調が起きやすくなって、エネルギーが増幅されリズムの波、つまりグルーヴが生じるのではないでしょうか。しかし現代的な体幹をあまり使わない生活習慣やスマホの覗き込み、ストレスなど様々な影響から体幹部が固まり、そこから動く習慣、意識が薄くなり、手足のみを動かす意識ばかりが濃くなるせいで、余計に体幹部が固定土台化して本来の陽動振り子的な体の在り方を失っていることが多いのです。そしてそれはもちろん一定の周期で動くという感覚が台無しになってしまうことも指しています。そういった体の感覚に起因するようなことを言葉や文章または楽譜、メトロノームによる練習、そういったことから習得するのは不可能ではないでしょうか。つまり固定視点の状態が多くの制限を生み出してしまうのです。本来振り子的に動くはずの体がリズムを感じにくくなってしまいます。またそれだけではなく肩こりや腰痛、体のこわばりなど動きの硬さの原因になりもします。このように振り子が振り切った時、もしくはシェーカーなどを持ってやってみた場合は、そのシェーカーが行き切った時にちょうど中の重心ですねでタイミングを感じているので 1,2,3,4 こういう風になってくるのは良いんですけども、この視点となる部分にスタート違うと、これがいわゆるこうやって叩くとか狙うとか、そういう振るとかですね、そういった感覚に非常に密接に関係があります。こうなってくると、拍の長さ、つまりタイムを正確に維持することが困難になってきます。動き続けているものや立体的なものを自分の方で分かりやすいように近づけて考えるには、どうしても切り取って一部分のこう部分的な考え方で対応してしまいそうになります。ですがそういうことは分かりやすくはなりますが、全くもって本質には遠ざかる一方ではないでしょうか。